アベンジャーズ、話をしたいって人がいるの。知ってる？ケイト・ビショップ、元ホークアイ。前に会ったよね。なぜシールドに？まあ、複雑でね。クリントは？それも複雑なんだ。バートン捜査官は数年前エイムに捕まった。それ以降、ほとんど情報がない。エーデーの後、フューリー長官に何があったのかを調べてたんだ。何なのこれ。ゲストが協力してくれるわ。あなたにかかってるのよ。任せてくれ。約束だからな。仕事はする。クリント、ケイト、そこを破壊するんだ。早く。あれ一体何？いわば時間をまたぐ橋だ。概念の研究はこの私自身もやってきたが、実際に作ろうとするバカはいなかった。つまりあれがタキオンの混乱の原因？ああ、モニカがそれを起こしているらしい。奴らを止めなければストームはいずれ現実を引き裂くだろう。クリントを向こうから連れ戻して二人のモニカを引き離す。それでいいんでしょ？そんなのうまくいくわけがあるかもしれないよ。この星はクリージンと呼ばれる戦闘種族に攻め込まれる。その侵攻で世界が滅亡する。で、モニカ、未来のモニカはこの世界を守ろうとしてる。そうだな、まずは、そう。くそ。クリント、クリント、ブルース、車を呼べ、急げ。クリント、しっかり、しっかりして。私はここ。タキオンストームは排除できたと思ったんだが、まるで僕たちを追いかけてるみたいだ。クリントのハームプログラムをオンラインにした。やることができるだろう。アクセスしたければ今できるぞ。カマラをラボに出入りさせてるなんて驚いた。私が入ると怒鳴ってたくせに。怒鳴ってはいない。怒鳴った。いや、僕の記憶とは違う。セキュリティチェック。モニカは見張ってないと危険だ。常に彼女の先を行かないと。考える余裕を与えないようにしよう。
りだな、クリント。なんてこった。救難信号だ。フーリーのだといいんだが。久方ぶりの信号だ。古いシールドの周波数を。おかしいだろ。またあの信号だ。何かおかしいな。エイムボットだ。おい、起きてるか？ミスター・バートン、救難信号に気づいたのですね。ずっと発信し続けていたんです。ロイ、久しぶりだな。進行の時に失ったと思っていた。私の AI は複数のレジスタンスユニットに分散しています。完全に機能しています。ます完全じゃないようだな。直せんぞ。配線が焼けてる。この惨状にはまだ慣れんな。望みはあるかもしれん。はぐれたリムボットだ。まるで鉄でできたゾンビじゃないか。このところを実行したら、俺はかつての俺じゃないが、お前も同じだ。かかってこい。
キャッチして。こっに死ねてよかったな。醜いやつめ。おいおい、やめてくれよ。
過ぎたよ。ここにいたのか。ちょっと待て。こんにちは。おい、今度はちゃんと起きててくれよ。いいか。もちろんです。メッセージがあります。アベンジャーズのクリント。生き残っているアベンジャーズに次ぐ。これから起こる戦いに我々が敗北し全てが失われたなら、これを思い出してくれ。未来を救う鍵は過去にある。奇妙だ。それにこれだけか。秘密のメッセージとかないのか。まだあります。洞窟に入って見てもらいたいものがあると。あると、あると、あると。ダメだ、起きろ。もうガラクタには話しかけんぞ。というのに秘密主義とは。何があるにせよ、フーリーの石だ。ピムが作ったものか。そうです。あれはタイムブリッジだ。そうです。完全には動きませんが、信号を送ることはできます。電力の復旧を。あそこです。未来を救う鍵は過去にあるか。小賢しい。
中痛いぞ。心配したわよ。君のその言葉で元は取れた。どれくらい寝てた？相当長く。ブルースが容態を見ててくれたのよ。オタクだがいいやつだ。妙な夢を見た。クリント！ケイティ、よ、いって、今のは医者に怒られるぞ。もう、なんで私がいないときに目を覚ますの？すまない。まったくもう。何か欲しいものは？その、ズボンを頼む。野暮用があるんだ。ホークアイ、